皆さんこんにちは。最小&最強のセッターとして今も尊敬を集める元女子プロバレーボール選手の竹下佳江さん。なんといってもトスの凄さは世界的に評価されていましたが、苦労した点も多くあったそうです。また世界的評価を受けていることもあり、どちらかといえばバレーに集中しているイメージでしたが、意外にも現役時代には結婚しており、私生活も充実していたようです。しかしその結婚相手とは略奪婚だったという噂もあるようです。では今回は竹下佳江さんの略奪婚の真相や子供の現在、オリンピックで骨折していた件などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずはプロフィールです。愛称天、生年月日1978年3月18日、身長159センチメートル、血液型 A 型、出身地福岡県北九州市門司区。次に竹下佳江さんの結婚や旦那さんについてまとめていきたいと思います。竹下佳江さんは2012年のロンドンオリンピックで銅メダルを獲得した直後に野球選手の江草貴博さんとの結婚疑惑が報じられ、両者は報道を受けて結婚していたことを認めていました。同年3月24日に入籍していましたが、ファンの間では驚きよりも祝福の声が多く見られました。2人の馴れ初めは同じマネジメント会社スポーツビズに所属していたことや、同じ兵庫県に住んでいたなどの共通点が多くあったことで意気投合したそうです。江草貴博さんは阪神タイガースに所属して活躍していましたが、2011年5月に西武ライオンズへトレードされ、2012年に再びトレードで広島カープへ移籍しています。2017年9月20日に現役引退を表明し、9月27日に甲子園で開かれた阪神タイガース対広島カープのウエスタンリーグ戦で最後の登板をしてグラウンドから去りました。最後の対戦相手は同じく現役引退を表明してた阪神時代のチームメイト加納圭介さんでした。結果は二塁打を浴びてしまったものの、2人の爽やかな姿に球場は温かな空気になりました。現役引退後には大阪電気通信大学硬式野球部の投手総合コーチに就任しています。2人の出会いは共通の友人を介して一緒に食事をしたことでした。どちらも関西のアナウンサーと知り合いだったことから、そうした機会ができたそうです。しかし前述のような意気投合は最初からではなかったようです。竹下佳江さんから見た当時の江草貴博さんはとても普通の男性に見えていたようです。私服姿で食事をしているとユニフォームを着た時のかっこよさが出ていなかったみたいですね。一方江草貴博さんの方でも竹下佳江さんに対して特別な感情は抱かなかったそうです。江草貴博さんからすると、竹下佳江さんの第一印象で記憶に残っているのは小柄なことくらい、そんな印象だったため、出会いの日はお互いに全く意識せず、ごく普通に食事をして終わったといいます。この関係から恋愛感情が芽生え始めたのは江草貴博さんの方が先だったといいます。ある日球場とバレーの寮が近かったことから差し入れを持っていくことにした江草貴博さん。その時会った竹下佳江さんはものすごくいい香りがしたそうです。竹下佳江さんの匂いで好感度が急上昇し、交際することになったんですね。その日の竹下佳江さんはすでに練習が終わっていて、江草貴博さんと会ったのはシャワーを浴びた後となると、単にシャンプーの香りがしただけだったかもしれません。ですが先入観から汗臭い想像をしていた江草貴博さんは大きなギャップを感じたことでしょうね。匂いで竹下佳江さんが好きになった江草貴博さんは付き合おうと積極的に動いたのかもしれません。その結果本当に交際することになり、ついに結婚までたどり着いたのはすごいことですね。そんな2人の結婚後の生活はとてもうまくいっているようです。不仲や離婚危機などの噂はなく、ずっと仲良くしているのではないでしょうか。どちらかが不倫をしたという報道も特に出ていません。そんな仲良しな2人ですが、再婚や略奪婚という穏やかではない噂があるそうです。これについて調べると、竹下佳江さんではなく夫の江草貴博さんが再婚だったと判明しました。
江草貴博さんは2006年に高校時代の1年後輩の女性と結婚していたそうですが、2011年に当時の奥さんと離婚が成立し、それから約1年で竹下佳江さんと再婚をしています。この流れから略奪婚と噂になりましたが、円満離婚だったのでガセネタだと思います。2人が有名人だったことと離婚から再婚の間が短かったので妙な噂が浮上しましたが、知り合ったのは結婚中で、関係が発展したのは離婚後ということになります。もっとも竹下佳江さんの性格からして略奪婚はありえないと思います。やはり仲良しな2人には違いないようですね。そして2人の間には2人のお子さんがいます。2012年3月24日に結婚をして第一子となる男児を授かったのは2015年5月24日でした。とても元気な赤ちゃんだったらしく、今もすくすくと成長しているそうです。また竹下佳江さんは2016年6月に兵庫県姫路市のバレーボール女子チームビクトリーナ姫路の監督に就任しており、育児と仕事の両立を見事に果たしていました。私生活も順調だったらしく、2018年2月1日に第二子となる次男を無事出産していました。子供たちの名前や素顔は公開されていませんが、プライバシーの面でも正しい選択だと思います。夫婦はどちらも一流のアスリートとして活躍していたので、その血を引いている子供たちも運動神経が良い可能性はありますね。スポーツ界のサラブレッドとして今後も注目を集め続けることになるかもしれません。次に竹下佳江さんのトスやセッターとしての苦労、五輪中に骨折した件についてです。まずは竹下佳江さんの凄さでもあるトス。竹下佳江さんは身長159センチメートルというセッターとしてもかなり小柄な部類に入りますが、コートの中では背の小ささを感じさせない動きでチームを牽引してきました。人柄や責任感もすごいのですが、なんといってもトスは世界一のレベルと言われています。トスの速さと聞けばみんな早く上げれば良いじゃないと思いますが、アタッカーがあってのトスなので自分だけが速くしてもどうしようもないですよね。普段からの練習や意思の疎通だけでなく、全体を見渡す能力もセッターには求められます。アタッカーがいつも通りスタンバイできれば素早く上げ、少し遅れてきた場合は指先で少し溜めて遅らせてアタッカーが準備する時間を稼ぐ技術を持っています。簡単に言えばアタッカーに気分よく打たせる能力がセッターには重要だということです。またアンダートスの技術も世界トップクラスの実力を持っており、かなり難しい体勢であっても狙った場所へ正確に届けることができる技術を持っています。次は竹下佳江さんが2015年に出版したセッター思考で語った苦労話を見ていきます。著書の中で自身の性格を人に尽くすことが好きと分析しており、バレーボールにおいても自分ではなく周囲を輝かせることに喜びを感じていたそうです。竹下佳江さんはセッターを人と人、選手と監督をつなぐ接着剤のような立場と考えており、自己犠牲の精神でチーム全体を引き立てる縁の下の力持ちに徹していました。言ってみれば選手と指導者の板挟みのような役割であり、監督の言葉を女性が受け入れられるニュアンスに言い換えて伝えるなどしていたそうです。これを竹下佳江さんは女性特有の心理、頭より心で納得しないとダメと解説していました。また監督や選手との距離感や接し方で苦労していたらしく、指導者とは適度な感覚を保ちつつ同僚とは公平に指導や注意をするなど贔屓にならないことを心がけたそうです。このセッター思考はスポーツ選手だけでなく一般生活を送る私たちにも通じる内容でした。ロンドンオリンピックで日本女子バレーボールが28年ぶりに銅メダルを獲得しましたが、なんと司令塔である竹下佳江さんが大会直前に指を骨折していました。オリンピック直前のスイス合宿でレシーブ練習で飛んできたボールが左手の人差し指を直撃してしまい、極秘のまま向かった病院で第一関節の骨折と診断されていました。幸いなことに骨折とは言っても骨のズレがない症状だったので手術をしないで済んだようです。左手の人差し指骨折の情報は監督やコーチだけの秘密にされていましたが、
選手たちも普段のトスとは明らかにレベルが落ちているので、なんとなく気づいていたそうです。必死に練習や実戦を経験するうちに、5本指でも正確なトスが上げられるようになり、アタッカー陣の頑張りもあって、見事に銅メダルを獲得するに至りました。竹下佳江さんは骨折の公表を拒否していましたが、これは自分自身の怪我が美談に祭り上げられることや、チームとしての功績が薄くなるのを嫌ってのことでした。これは縁の下の力持ちや黒子役の竹下佳江さんとしては避けたいところですよね。オリンピック後に所属していた実業団 JT マーベラスを退団して休養に入り、そのまま復帰することなく2013年7月25日に現役引退を発表しています。ちなみに引退理由は怪我よりもオリンピックでやりきったことが大きかったそうです。いかがでしたでしょうか。今回は竹下佳江さんの略奪婚の真相や子供の現在、オリンピックで骨折していた件などについて紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。